どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。ゲスト前回に引き続き月刊ムー編集部員の望月聡さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。やっぱりね、編集部員ということでもういろんな場所に取材にも行ってるし、いろんな方の体験談もね日々聞いているということで、はい、前回もねすごく面白かったんですけど、今回その中から思い出に残ってるこの取材とか、なんかそんなお話とか聞けたら嬉しいなと思うんですよ。わかりました。そうですね、確かにいろんな取材なんかの広し、そうですね、僕ムーに入りたての頃に、はい、もせっくん広島にピラミッドあるから登ってきてっていうのはそういう感じなんですね。そうなんですよ、ムーの編集部内って。と思って、その時僕まだそんなのムー歴だから、ムー歴0年目にして、はい、広島にピラミッドがある、まずピラミッドがあるのかあそこにみたいな何言ってんだって感じ、何言ってんだみたいな、調べて行って、まあ、確かに、まあ、取材をするというのをやったりしたんですけど、まあそういう、まあ、あんまり、ね、観光とかで間違っても行かないようなところに行ったり、うん、まあ、普通だったら会えない人に会ったりするっていうのは確かにムー編集部の一番面白いところで、うん、まあ、その中でもまあやっぱ衝撃的だったのはユリゲラーです、ね、出たユリゲラーさん、いまだに健在で ね、 そうなんですよね、発信力すごい方ですよね。そうですよ、ユリゲラーさんのインスタグラムが面白いどんなやつ上げてるんですか。普通に、なんかブレグジット応援してたりとかですねブレグジット応援してない、ブレグジット止めようとしてるんですよ、はい、みんなでイギリスを止めようっていう呼びかけをしてたり、だから本当に昔日本の子どもたちに時計を動かそうって呼びかけたのと同じようなノリで、イギリスの離脱を止めよう、 You 君たちみたいな感じでやってるんですよ熱いんですよね。熱いですよ、あの人のハートは熱いし、結構予言めいたこともされてて、で結構それが当たってるってことも多いんですよ。そうなんです、あの人はやっぱこう国際情勢に絡んだ超能力者としての活動が本当に面白くて、謎が多いですからね。そうなんですよ、で今イスラエルのその地元にもうユリゲラ博物館っていうのを作って、もうオープンしたのかな、なんですけど、作ってる時にあの掘ったら遺跡が出たっていうね持ってますよね、さすが油田を当てた男なんですけど、まあ、ユリゲラさんがまあ頻繁に来日はしてるんですけど、2014年かとあるテレビ局の招待で特番を作るというので、あの来日した時にあの取材するきっかけがありまして、でそれもあのまあいわゆる八百井さんとの思い出の特番みたいな、あ、まあ、八百井純一さん、ね、うん、わっとしたテーマだったんですけど、まあ、ムーとしてはもうちょっとひねっていこうと思って、ユリゲラーさんだからまあそのイスラエル、ユダヤ人と日本人と宇宙人の関係についてちょっと一言くださいよみたいな、まあ、割と無茶ぶりみたいな取材をしに行ったんですよね、はい、でなんか割と結構友好的に、あのいや日本人とユダヤ人とこういうゆかりがあって、ちゃんと僕はあの八百井のことを兄弟だと思ってるんだよって言ったりしてて、いやそうですね、やっぱり我々は歴史的にもどうのこうのみたいな話をしてて、でだからその取材の中、まあ、事前に振ったテーマと話の流れは、まあ、ある意味、まあ、もったいないことに超能力がどうのあるとかないとかってすでにユリゲラーに対して言うことじゃないじゃないですか、うん、あなた超能力で何できるんですかみたいな話って、もうそんなことは聞く話じゃないっていうテーマで取材組んだんですけど、一応なんか持っていくじゃないですか、はい、スプーンを、はい、もうスプーン曲げと言ったらという感じですからねこれはこのもう一生に一度会えるか会えないかなので、これはちょっと持っていくしかないだろうと思って、一応スプーンを、うちからカレースプーンを持っていってですね、うん、で取材が終わった後にちょっと申し訳ない、ちょっと今回そういうテーマじゃないんだけれどスプーン曲げできますかってやってもらえませんかねってこう聞いたんですよね。そしたらユリゲラはやっぱりのの今日はそういう人じゃないだろう、うんうん、ごめんねやらないんだってバイって、そっかって言って、でなんかまあそれはでも取材は完了してるのでカメラマンさんと、いややっぱそういうサービスはないんですよねなんて言いながらこう、まあ、片付け機材片付けたりしてたんですけど、そしたら急にトトンと肩叩かれて、ええ、ユリゲラいるんですよ、ね、しょうがないな出してっつって、そこにあったこのスプーン取ってやるからずっと見てなよって言うんですよ。そしたらスプーンをこう持ってスッてこうするんですよ。でスプーンに対してこうタッチしてるので、まあ普通に考えると力の方向としてはだからスプーンでこういきそうじゃないですか、うん、こうやってたらどんどん反っていくんですうわ面白いって思って、で、あ曲がったよ
はい、サインしたよ。写真撮るんだろ。写真、だからカメラマンさん合わせて、わざわざ撮る撮る撮るって言って、写真、ツーショット写真、いやスプーンやって、やったみたいな写真撮って、じゃあねって言って、気づいたその間って、20秒ぐらいなんですよね。20秒さ全然その、スプーン、あー、ガーガー、ザーク、じゃなくて、やるから、はい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 、って一連が、華麗すぎて、なんか、これ本当に曲がったの、なんだっけかなみたいなのがカメラマンさんと一緒にキョトンとするっていうのが、だから、本当にあの人の、このただ曲げる曲がらない曲がるとか曲げるとかっていうじゃない、なんかこうその場がこうすごく濃縮された20分20秒を提供するっていうのはエンターテイナーとしての厚みがやっぱすごいなと思まあねスプーン曲げということで、まあ、本当だ嘘だっていう論争も結構繰り広げられましたけど、うん、実際ユリ・ゲラーに会っちゃうといやもうとんでもないよ、そういやもうこういうのって本当あるんだって皆さんおっしゃいますよね、うん、疑いの余地がないんですかね、あと仕込まスプーンを手にしているから何かしら仕込みはできるんだってもちろん会社の人が言うんですけど、いやあのうちから持ってたカレースプーンを初めて持って5秒後にこの撫でただけで剃るっていうのはそれはもう何か起きてます、うん、うん、まあこんなこんなこれですよ、これあえ今日持ってきていただいたんですか、これがほらユリ・ゲラーのサインこれちゃんと映るんですかね、まあ、後でちゃんと撮っていただいてみます、これもだからもうこのユリ・ゲラーに合うにもかかわらずうちから普通の中古のカレースプーン持っていくっていう買えよ新調しろよって思いますけどねだからこう持ってねやるからって言って、まあ当時見かけここ持ってたのかな、持ってこう触ってたらこうなんか2段階に折れてるんですかね、へえ、あもう下に置いたわけじゃなくてポンって持って上にポンって手当てたらやるからグーって上がってきた、やるから、はい、はいはいはいってやったらこうなるこのスプーンちょっとまっすぐの状態からこう約なんですかね30度ぐらいですかね、食べづらいもんこれだったら、そうですね、完全に曲がってますよねうちの嫁さんもびっくりしてましたね、なんかこうユリに曲げられちゃったよっつって、サイン書いてありますね、そうなんです、これは本当にこうねこういう YouTube 見てる人にしてみたら役得だよみたいな無編集部でよかったよみたいな、そういうすごいお宝、いや本当にまあ、ユリ・ゲラーと言いますそんな顔もするんですね、それは本当に本当にあのムーテンとかでちゃんと展示するやつだからすいませんでした、これ本当もこれ一生自慢するやつなんですこれだけ、やっぱ好きなんですね望月さんね、こういった世界が ねやっぱりそのね、まあ鵜呑みはしないつもりの、うん、まあ性格というかそういうので、まあまあそのムーの中ではちょっとなんかその踊らされないぐらいの気持ちではいるんですけど、やっぱねすごい人に会うと、だそれだけフラットでいても本当に一握りやっぱ本物っているんですよね、うん、あったら分かる人はいます、例えば霊能者と言われる方も、はい、やっぱりいろんな方いると思うんですよ、はいはい、口だけの人が多いとは思うんだけどやっぱ本物いるんですよね、そうなんですよね、やっぱ霊能者の人に僕はもう見えないので、聞くとそのリアクションとか表現の仕方がやっぱりそのユニークというか独特というか、豊かな人はちょっと本物って言うとあれなんですけど、このより迫真性が高いと思っていて、なんかその幽霊見える人に僕がまあ質問するのが、その白いものが見えたとするじゃないですかって言って、はい、その、まあ、それが霊なのかどうか分かんないですけど、その白ってあなたがおっしゃったその白っていうのはその絵の具なのか、これあの強い光の白なのか、それともタオルみたいな質感を伴ったタオルとか紙みたいなねっていう白なのかって、そういうのが分かるんですかって言った時に、やっぱねスッとね、あの自分が見えてるものの質感とか、そのなんだろうな、性質までを込みでわーっと喋る人っていらっしゃるんですよね、うん、だからその人にとってはその単純に白いものが見えたとか見えないとかっていう、そのだから要するに画像上のあれじゃないですよね、だから何かしらその白い現象物体何かがこうあるというのをどれだけ深く見てるのかっていうのは、この質問すると割と分かったりします。それ僕の知り合いで大阪の方がいてね、はい、まあ、ちょっとこういろんな良くないことがあったと、うん、
で相談に行ったところ、ベランダに、あ、なんか緑の箱があるな、はい、なんか台の上に乗って、あ、室外機かなんかの上なのかな、緑の箱があって、はい、もうそれがとにかく良くないから、それちょっと一回きれいにもう捨てなさい、はい、緑の箱なんかねえよって思って、確かに確かに確かに、で家に帰ってみると室外機の上に何年か前から飼ってた亀の水槽で、亀が亡くなっちゃったのをそのまま放置して、もう苔だらけに、苔って言うんですか、あの藻だらけになっちゃってて、まあ旗から見たら確かにこれは緑の箱に見えるなっていうものがあったらしくて、でそれをやっぱりこう撤去したところちょっと良くなったっていう、でこの話をされたり聞いちゃうと、え、もうこの人本物じゃんって思わざるを得ないじゃないですか。そうなんですよね。自分の家にそんなものがあるなんて話もちろんしてないし、自分でも思ってない分かってないことをその人が言うっていう、そうなんですよ。ではだいたいベランダに緑の箱って当てずっぽに言うにしてはリスキーなんですよ。そう、これだいたいね、言わないだろうって、いろんなことを言う、まあ、いわゆる偽物っぽい人が言うのが、玄関入って右側がねちょっとね空気がよどんでるとか、なんかね湿っぽいなとか言って、はっ、そこお風呂があります、あ、そこ確かに換気扇回ってないですとか言うんだけども、だいたい住宅事情を見ると、入って右側とかってそういう水回りがあったりするっていう、なんかそういうのとかって、あと下駄箱があって、そこがちょっとやっぱりね湿気が汚れやすいですからね、で自分の中でそこを結びつけて当たってるってあるんですけど、やっぱり違いますよね。そうなんですよ。なんかよっぽどすごい突拍子もないことを言ってその辻褄が合ってしまう、なんか辻褄合わされるっていうんですかね、だからなんかもうボーンとものすごい矛盾、え、そうはないでしょうとか、その確率低いでしょうってなって、なんかそうなるとこっちもね確かめに行っちゃうんですよね。やっぱその場所、地図の場所がどうのこうのなってるって言えば、その場所に行ってみて、あ、実際こんなところに変な祠がみたいなのを体験すると、あの人これを調べさせるために言ったんじゃないかっていうぐらいの霊能者の人とかを見ると、なんかこうやっぱそういう能力を持った人ってっていうのがこう、まあ、いないっていうことは全然なくて、本当にその能力のなんか表現の仕方ですよね。でも不器用な人多いですけどね。確かに、まあ、口下手というか、口下手だったり、ただやっぱり時々バチンとくるんですよね。そうなんですよ。あの琉球風水師のシューマさんが、あの高校野球やってて寮に入ってたと、でその時になんか兵隊さんがいつも歩いてるな、大人数歩いてるな、しかも同じ場所からいつも出てきて同じ場所に帰っていくとに気づくんですね。でこれもちょっと面白いから数数えてみようと思ったら32人かな、だったんですって。でそれをみんなに言ってて、何言ってんだお前っつったら、みんなでじゃあその場所行ってみようって言ったら、祠らというか弔った日があって、そこに書いてあった名前が32人だったって、そうってなると、そう、でそういうことですよね。それはそうなんですよ。なんかそんなディテール一致するっていう現象が起きるっていうのが、まあ、霊能取材のちょっと面白いところ。だから今までいろんな霊能者の方にもお会いしてるじゃないですか、ええ、この人本物だって人やっぱり何人かいたんですか。まあいらっしゃいますけどね、偽物の方が言いにくいですけどね。まあまあ、力が弱まっちゃうとかね、そうです、なんかこう年齢とともにって話もあったりとか、その日の波長とか、そうですね、ね、調子によってもって言うから一概には言えないんですけど、ですけどすごい、まあ、最近だとやっぱでも僕一押しの例の占い師さんでもあるんですけど、赤間同士の美獣さんっていう人がいて、ごめんなさい、もう一度、赤間同士の美獣さんっていう人がいて、赤間同士美獣、もうそのままファイナルファンタジーから2つのを借りてきてるっていう、まあちょっと、まあ、面白い占い師さんなんですけど、はいはいはい、その人もなんかこうすごく多芸でな人で、まあ、基本的に占い師なのでもちろんホロスコープ見れます、タロットできます、あとその他にこう独自で研究しているグランジュール・ノムランっていうカード占いもやってらっしゃる方で、なんかこうポンポンポンとこういろんな占い方されてるんですけど、それと同時になんかこう、まあ、オーラが見れます、まあ霊視ができるタイプなので、だからこう占っててなんかこうピンとこないというか、なんかこうホロスコープ上でなんかこう辻褄というかあんまりこう一致しないなと思ったら、オーラで見て補足をするとかっていうなんか使い方をされてるんですよね。使い方というか、そういう使い分けというか組み合わせをされてる方 でだからそのホロスコープってまあ言うてもその個人情報か生年月日からやってるので、まあずれたり、あとなんか西洋占いが合わない日本人とかもいるらしいですよね、はい、なのでまあ、最終的にオーラで補足するとよりその人のことがよく分かるんだよねなんておっしゃってて、でその人が前世も見れるっていう、はあはあはあ、で
何でも入れんですねって言って、だからその美術さんにしてみたら、あのメニューそれ以上追加する人ってあんまないんです、うん、もう十分に占いもできる、でも満足するとで、それでなんかなりわいとして成り立つんで、そのオーラ見れます、前世見れますって別に言わなくたっていいのに、うん、それはもう言ってるってことは自信がある。あ、でそれでもなんかね、美術さんの言ってた前世で面白かったのが、美術さんこれ次読んだ方がいいと思うんですよ。ぜひぜひお願いします。そうですね、あの紹介書面白かったのが、その前世前世って言うけれど、その魂ってあまり時間関係ないんだよねって、うん、でね、みんな前世っていうとさ、その江戸時代とかさ、中世とかのさ、人とか生き物とかの話をするけどさ、前の時代ですよね。そう、未来から来る場合とか異次元からだって来る場合あるからさ、霊がその今のこの2020年に対する時間軸 の過去の流れにあるって思っちゃダメなんだよねって言ってて、はあ、面白い考えですね。なるほど、すごい腑に落ちました。そう、だから前世前世って言って、例えばそのなんか、まあ、ある人がなんかどこかの国の靴職人っぽい前世と見えたとしても、それが本当に何百年か前の中世の靴職人かどうかわからない。ひょっとしたら異次元、ちょっと次元の違うその平行宇宙の地球の靴職人かもしれないし、ひょっとしたら未来にそういうファッションとかそういう、別に時間軸なんていう概念ないんですよね、魂はね。 それ言われて、あ、なるほど、そうか、思えば霊と一緒になんかこの魂と一緒にこう時間が進んでいくっていうのも全然そのなんか今生きている人間の勝手な言い分であって、うん、時を超える、なるほどなと思って。だからそれこそ近い未来時間っていう概念なくなっちゃうかもしれないし、なくなっちゃうかもしれないですよね。面白いなと思って。でも確かにそうなると、まあ、これも割と強引な話なんですけど、地球の総人口ってめちゃくちゃ増えてるわけじゃないですか。今70億人だとかないですか。それっても産業革命以降にものすごい増えてるんで、はい、人間から人間に生まれ変わるのって多分限界なんですよ、普通に時間軸で考えると。思います、それよく思ってました、はい、生まれ変われる部分の魂ないじゃん。ないですよね。だから前世人間じゃない人の率がめちゃくちゃ増えてないといけないですけど、はい、時間軸で考えると。だから美術さんの言ってるその、まあ、ちょっと隣の次元とか未来からも魂がやってきて、でそのだから過去から未来からも今集まってくる、ランダムに集まってきて今の2021年のなんか地球というか時間軸があるって考えると、あ、なんかこうなるとすごく魂の公平性というか前世の概念広がって、なんか単純なその生き物の数ってさみたいなことを考えなくて済む、うん、済むというか合致するんで、美術さんが見えてるのって本当にこれから先言ったら最先端科学でループ量子重力論みたいなので、この時間がないとか、うん、時間というのは主観的なものに過ぎないんだみたいな話があった時に、霊的な現象が時間とは限られない、とらわれないって証明されると、美術さんが言ってたのはこれなのかっていう風になる時代が来るのかなって、うん、ちょっとなんかね、聞いたことなかったですけど、言われるとあ、うん、ちょっとだったらこれが説明ついちゃうなみたいな、新しいなって思いますね。新しい感じ、これ本当になんかこう科学もやれば幽霊もやるムーらしい、うん、なんかこう話にを、まあ、純粋ムーではない占い師の人が言ってると面白いなと思って。いや、その占い師さんも、まあ、僕は手相なんかやってますけど、やっぱある意味これ統計学だからズレもあるし、こういう人もいればこういう人もいる、当てはまらない場合もあるって中で、やっぱ霊感があってバチンって人がもう最強なんですよ。そうですよね。その人のことだけ見てもう見えたこと言えるから、そういう力がないからそういった占い学に頼るわけですけど、一回ね、あのタロット占いですごいなって方がいて、まあタロットでこう見てね、まあいろいろ言うんですけど、まあバンバン当てられるわけですよ。すごいなとか思ってた時に、もしかしてもう霊感とかもあるんですかって聞いたら、ああごめんなさい、もう島さんが言いますけど、僕実はもう本当は霊感、そういったその人のなんかこう見えるものだけで見てるんですよ。ただそれで見てますっていうとうさんくさいでしょ。信じない人もいるから、はい、信じさせるための一つの道具としてこうタロット使ってやってるんだっていうやり方なんですって言われたんですよ。でその後に、だから実はね、はい次、キング、はい次皇帝、もう分かってるんです。だからもう自分がもうその出るカードも分かってるから、一応見てるふりはするけど、もう別にもう実は見てなかったんですよね。もう出るのも分かってやってたっていうのを見られた時に、まあ、凄腕のマジシャンだったらありえるかもしれないですけど、そうか。なんかその時、僕その人はすごいなと思いましたね。その人も見えてるし、カードの
展開も読めてる。だから別にカードなんかただの道具で相手を信任させるための手段の一つだから本当どうでもいいんですけど、未来側が見えてたんでしょうね。怖いな。でもああごめんなさい、一応だからこれで言ってましたけど、次これ出ますよ、次これ出ますよ。そういう人の前に行くの怖くないですか。何にも隠せないですよね本当に。だから美術さんに僕は占ってもらったこともあるんですけど、やっぱねちょっと前世とかねオーラとか体調面までは怖くて聞けなかったですね。もうなんか遊びがないっていうか、そう、そう、四柱推命とか手相とかだと、まあ、そういう部分もあって、うん、自分と同じタイプの人はそういうことが青かったんだな、うん、じゃあ気をつけようって思えるけど、ドンピシャで霊視されちゃったらもう逃げ場がないというか、そうなんですよね、絶対そうなるじゃんみたいなふうに思っちゃいますよね。しかもその言葉になんか、まあ、いい話だったら祝いとして、うん、引っ張られますよね、まあ、悪い話だと呪いになりそうで、うん、なんかねそういう能力持ってる人の言葉というのも本当にこう慎重に。だからまあ占い師と言われる人は見る力以上に伝える力がとても大事だなっていうのは僕は日々思いますね、うん、やっぱ元気になってもらわないと意味がないので。そうですね、うん、なんかもうね、何の話してましたっけ、占い師、いい占い師の話ですか。違います違いますあのちょっと最後一つだけ、はい、まあ、いろんなねことこう見られてね、はい、取材もされている望月さんですけど、はい、今後注目しているこの無的なところっていうと、はい、今何が自分の中ではこう面白いな、注目したいなって部分。すごいとこ来たなあ。じゃあ例えば2021年、はいはい、まあ、去年から大変動だったじゃないですか、はいはい、で風の時代に入ったとかもありますけど、じゃあこのムーをずっとこうやられてる望月さんからして、結局どんな時代になっていって、で僕らはどんな風に生きていけばいいのかみたいなことって、ムー的な話で見えたりします。ムー的な話で、風の時代って情報の時代って言うじゃないですか、はい、だからその物質から情報へ、なんか精神で、だからそれこそやっぱスピリチュアル界隈、物質文明から精神文明って言いますもんね、盛り上がっていくんですけど、多分ねなんかこう本当に意識がなんかね肉体がいらなくなっていくっていうのをみんな自覚していくんじゃないですかね。うーん、というのはその今それこそ去年1年かけてコロナでこうリモートワークとか、はい、あのそれぞれねテレビとかのリモート収録って多くなって、なんか一堂に会さなくても良くなったんです、うん、で体いらないっていう、声だけとか顔だけとかっていうのが良くなってきて、それに慣れてきたところで今流行りのクラブハウスで行くと、はい、クラブハウスってあれ本当に肉体がないんですよ、うん、でもう声だけじゃないですか、アイコンしかなくて、うん、そのリアルタイムな時間しかなくて、その空間がない、空間的な障壁と肉体もない、ってこれが流行ってるのを考えると本当に体がいらなくなる。だからそれを意識を自分のアバター、人格のアバター化が本当に進んでいくと思います。だからこうアイコン化っていうんですかね、だから国とかもあのムーンショット計画、あ、そうです、だからトランスヒューマンじゃないですけど、その人間の肉体からなして意識とかをこう国民の単位として管理していく、そういう時代をやんわりとね慣れさせていかれてますよ我々今完全に徐々に徐々に、そう、肉体いらないなって、ね、場所いらないな、東京いらないなみたいな、本当にこうみんながこの戸籍とかそういった肉体的な距離とかの縛りなくして、もうアイコンアカウントになって政府に管理されていく、うん、でも本当慣れさせていかれてますよ本当ね。都市伝説とか SF の映画ではねそんな話もありますけど、より管理しやすいですからね、あの肉体で管理する方が大変なので、データで管理していくっていう、そういったなんか情報で管理される時代の風の時代も来てるんじゃないですか。じゃあ僕らはどういうふうに、どんなことに気をつければいいか。こんな時こそ多分ね物質ですよ多分。逆に？逆に、うん、どういうことですか。その肉体の在りかというのをいかに保持するかみたいな。家とか土地とかってこと。そうです、家とか土地とか、そのまあ言うたら人とこっそり会うとかね、そっちの方がね揺り戻してくるんじゃないですか。多分このこっそり政治家とかが会うのもなんか結局その情報とかのオンラインとかのやり取りで済んでるけど、お前とだけは会うんだよ、そういう口説き方をしていると思うんですよね。なるほどね、いろいろ便利になってきて会わなくても話せる、いろんな情報交換ができる、だからこそそこで会うということの意味がより増してくる、増してくる、人と触れ合うとか
この一緒にこう手を組んでやるっていう。っていう。そんな秘密結社化していくっていうのはあると思います。地下化するっていうんですかね。うん、だからまあ風の時代となるとまあ情報だとかでも言いますけど、つながりとか絆っていう目に見えないそういった力っていう意味もありますもんね。そうなんです。なのでまあそういったものでたくさん便利にはなるんだけども、でも一人一人のこのつながり合いとか家族とか恋人とかそういうところをしっかり固めておくっていう、うん、そっちも大事だと思いますね。なんかね、結構標準的なコミュニケーションがオンラインとかネットとかそういうアバターとかなってきたからこそ、そういう本当の人とのつながりがこっそり地下で対面でみたいな秘密結社化していくんじゃないですか。皆さんもそういう集まりを持っといた方が、おそらくね、風の時代実はうまく乗り切れると思います。あの聞いたコミュニティ、自分の中で好きな人と会えるコミュニティをたくさん持っとくって、うん、そういうのを大事にすることも大事だって。そうですね。まあ、やらしい話ですね。お前とだけは会うんだよっていう、お代官様みたいな。なるほど。お前とだけは会うんだよっていう言葉ですね。そうですね。そんな話ですか。違いました。違いました。もうちょっとムーっぽい話した方がいいですか。いや、本当にたっぷりと、ちょっとじっくり今回話も聞けて、はい、楽しかったです。さすがです。やっぱりムーでね、もう実動舞台でいつもいろんな情報に触れてるだけあって、なんか今日きっと言えない情報もきっとあったんだろうな、それを中でもちょっとこう、これはっていう部分だけ出してくれたんだろうなっても伝わりましたけども、またぜひ、はい、今後とも仲良くしてください。よろしくお願いします。お願いします。望月さんとだけは会いますんで。そうですか。はい、そうですね。ちょ今度2人でこっそり。そうですね。行きましょうね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は月刊ムー編集部員望月聡さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。